本日は石川県野々市市田野尻町のリコメンドハウスをご紹介します。どうぞよろしくお願いします。まず立地についてご紹介します。全4区画の積水ハウスの分譲地コモンステージ田野尻町2の一角、3号地リコメンドハウスになります。こちらの建物からは徒歩 7,8 分の圏内に南が丘病院、3、4分に内科院、野々市駅までは徒歩23分となります。教育施設としては子ども園、小学校、中学校があり、近くにスポーツ施設も隣接された野々市中央公園もあって子育てしやすい環境です。スーパー、ドラッグストアなどの商業施設も徒歩10分圏内に揃っております。利便性も兼ね備えた大変住みやすいエリアになります。野々市市は安全、利便性、住居水準充実度の観点から全国住みよさランキングで2年連続1位を獲得しており、中でも田野尻町は新しく区画整理された住宅街が広がっていることで人気のエリアになっております。今回の建物は敷地面積約60坪、延べ床面積約36坪の鉄骨住宅伊豆のお住まいになります。道路際は緑豊かな植栽と3台駐車可能なスペースで構成されています。外観上のアクセントとなる1、2階と連続したフィックス窓からは駐車場や前面道路の様子をご覧いただくこともできます。こちらの建物は当社オリジナルの外壁ダインコンクリートを採用しています。厚み約6センチメートルから生まれる深い彫りが重厚さを表現しています。また外壁の塗装には世界初の技術となるフッ素ハイブリッド光触媒塗装を採用。長く美しさを保ち、汚れがついてもセルフクリーニング機能で雨が自然に洗い流してくれます。さらに藻やカビの発生を抑える効果もあり、将来のお手入れも軽減してくれるお財布に優しい外壁です。多くのお客様が気にされるポイント、地震に対する備えについても、壁の中に弊社鉄骨住宅専用の制震装置シーカスを搭載し、地震時の建物変形量を2分の1に抑え、内外装の損傷を軽減。繰り返しの地震や余震にも強い弊社でしか搭載できない制震装置になります。それでは中をご案内します。まずは玄関です。玄関キーには電気錠を用いており、自動車と同様指一本で開錠をしていただくことができます。特に手荷物が多い時やお子様とご一緒にご帰宅の際など便利に感じていただけると思います。シューズクロークにはたくさんの収納量を確保しており、今後靴の数が増えても安心ですね。シューズクロークと一体になっている土間収納にはベビーカーやゴルフバッグを収納することができます。それではリビングに入ってみましょう。 22.1 畳の広々とした LDK です。当社が開発したオリジナルの構造により柱のない一続きの大空間を実現しています。壁一面の窓は幅4メートルの天井高サッシで、高い断熱性と優れたデザインを合わせ持ち、お部屋の中と外の一体感を演出してくれます。インテリアはモダンなグレートーンで統一し、リビングの天井を一段下げ、間接照明を入れることで暖かく落ち着いた雰囲気を演出しております。床材にはデッキと同じタイルを使用しており、スタイリッシュでより室内外のつながりを感じていただくことができます。当社ではエクステリアも建物の一部と考えており、例えばソファーから見える植栽の位置や高さなども配慮して配置しています。こうすることで外と中が一体になり、居心地の良い空間となります。キッチンはセパレートキッチンを採用しており、作業スペースを広く取れることから、ご家族の皆さんで料理を楽しんでいただくことができます。レンジフードを壁付けにすることで LDK の空間をよりすっきり広々と感じていただけます。
キッチンと水回りが隣接していることから、家事効率も高く、人気の間取りです。水回りと LDK を扉で区切れることにより、突然の来客時にも生活感を出すことなく、整った状態で迎えることができます。洗面所には三面鏡の洗面カウンターを配置。鏡扉の裏にも収納ができ、コンセントもついていることから、充電式の小物も外に出すことなくご使用いただけます。小物やタオルをしまう収納もあり、使い勝手の良い洗面台です。次は2階をご案内します。階段を上がると広々としたお子様部屋となっております。お子様の成長に合わせて壁で仕切りをし、個々の空間を作ることができます。お子様が仲良く遊んでいる姿を想像するととても微笑ましいですね。こちらは寝室になります。南側に位置する寝室は 10.9 畳。中にあるウォークインクローゼットは 3.7 畳になります。寝室の西側にはアクセントクロスを採用し、落ち着いた雰囲気を演出しています。また、間接照明を取り入れることで、就寝前の心地よい時間をお過ごしいただけます。広々としたウォークインクローゼットには、衣類や季節物のお布団など、たくさん収納することができます。続いて建物の設備をご紹介します。LDK には床暖房と、屋根には太陽光発電が搭載されています。寒い北陸の冬でも、エアコンの暖房をつけずに床暖房のみで暖かいと、お客様からの採用率が高い設備です。太陽光発電は、晴れた日が比較的少ない北陸でも、発電、売電することが可能です。電気代の高騰にも対策することができる、嬉しい設備です。その他にも、最新設備を搭載していますのでご紹介します。当社の次世代室内環境システム、スマートイクスです。こちらは暮らしのシーンに合わせ、家中の空気をコントロールしてくれます。例えば、花粉や様々なウイルスなど、見えない汚染物質を家の中に入れない、第一種熱交換型の24時間換気システムや、窓を開ける換気に頼らずに空気をきれいにしてくれる、天井埋め込み型空気清浄機、エアミーが搭載されています。続いては、スマートフォンで家中の設備が操作できる、プラットフォームハウスタッチです。外出先からエアコン、床暖房、玄関ドアなどの遠隔操作が可能です。例えば、帰宅時に外出先から、あらかじめエアコンをつけておくなどの便利な機能があります。スマートフォンの画面では、お家の間取りで表示されるので、直感的に操作できるのも嬉しいポイントです。また、セルフホームセキュリティの機能も併せ持っております。窓やドアが不正に開けられた場合や火災報知器が作動した場合にも、スマートフォンに通知が送られてきます。ご家族の帰宅時、外出の時も通知が送られてくるので、ご家族の行動を見守ることができます。さらに温度センサーも設置されているので、熱中症の危険があるお部屋を間取りで表示してくれます。室内でペットを飼っているご家族にも安心の機能となっています。いかがでしたでしょうか？こちらの建物は実際にご覧いただけますので、画面下のご連絡先までお気軽にお問い合わせくださいませ。皆様のご来場を心よりお待ちしております。